長戸鉄道は、かつて、日本国有鉄道山陽本線小月駅より、分岐して、西市駅までの 18.2km を結ぶ、鉄道路線を有していた、鉄道事業者である。企業自体は、1942から1949年の、間に、戦時体制に基づく交通統制のため、下関市における、路面電車を運営していた山陽電気軌道に、 統合されていたことがあったが、1956年に、鉄道路線を全廃した後もバス会社となって1975年まで、残り、山陽電気軌道から社名を改めた、三電交通に再合併された。なお、東下関駅小串駅を建設し、果た小串は、現在の西日本旅客鉄道山陰本線生誕に、残区間が、 山陽電気軌道の路線の一部になった、長州鉄道とは直接の関係はない。もともと西市からの木材輸送を目的に建設されたのが道線である。そのため、鉄道商船との貨車直通を考慮し、機間は1067ミ、mm、リメートルを採用していた。最盛期は年間100万の旅客利用があったとも言われるが、 戦後混乱期を脱した1950年代前期には、当時急激に発達したバス輸送への利用移転が、顕著になって、旅客減少が始まったことから、いち早く転換し、廃止された。車庫、工場は、小月、旧炭水設備は日市一1934年12月1日開成時廃止時、開業時なお、駅以外の場所でも乗降を行ったことがあるとされる。 開業当時蒸気機関車2両、客車4両、貨車7両技師長が、長州鉄道と兼務だったため、同系の車両を採用した。蒸気機関車は、長とポッポと呼ばれていた。ポーター車制で、全長6.5メートル、幅2.3メートル、高さ3メートル、重量15トン。このうち101号は1947年に、東洋レイオン。 滋賀工場に譲渡された。対象末年蒸気機関車3両、客車5両、貨車27両三用電気機動より、分離時蒸気機関車8両、ガソリン動車3両、客車5両、貨車50両、廃止時蒸気機関車2両、ディーゼル機関車1両、ディーゼル動車3両、客車1両、貨車14両車両数の、水保存車両蒸気機関車のうち101号は、 東洋霊園、滋賀工場で使用された後、宝塚ファミリーランドを経て、京都府与佐野町の茅江スウェル広場で、常設展示されていた。茅江スウェル広場の閉園に伴い、下関市の地元有志らが設立した、長とポッポを守る会に、無償状とされ、2021年に、山口県下関市豊田町にある道の駅、 ホタル街道西の市に陸送され展示されることになった。鉄道趣味者の湯口徹は、長戸鉄道廃止後の後年に訪問した、近隣の宝石鉄道の関係者から次のような、逸話を聞いているという。1956年の長戸鉄道線廃止に際し、同線の新旧車両が余剰となることから、山口県内の近隣に少子鉄道市での付き合いがあった、宝石鉄道。 船木鉄道の職員らが、長戸鉄道を訪れ、前後策を協議していた。そこへ、当時の西日本でも起動車保有最多の有力私鉄であった滋賀県の江若鉄道の担当者が、やはり余剰社会付の目的で来訪した。ところが、その際、江若の担当者は、大手風を吹かせ、山口県の小私鉄各社の社員たちを、大いに立腹させるほど傲慢な振る舞いを見せた。 模様である。高和川は、当時の長戸鉄道車でも、最大で、ピカイチと言える存在だった元国鉄キハ42000、計42017号の、払い下げ再生ガソリンカーキハ11を、長戸鉄道自社発注の小型ガソリンカーキコ配置、ともども購入することになった。長戸、宝石、船木の三社社員は、 高和歌への払いせのため、キハ11を若川に引き渡しする直前に集まって、エンジンを在庫したスペアでも、最悪の廃物にすり替える交換作業をやってのけ、そしらぬ顔で、高和歌に引き渡して三社で祝杯をあげたという。軽弁鉄道免許場家府、官報1913年8月19日、日本全国諸外者役員6。第23回、ハット AB。 京弁鉄道運輸開始、官報1918年10月16日、湯口通る、内燃動車発達史上ネコパブリッシング、2004年267ページ、AB、鉄道停車場一覧。昭和9年12月15日現在。鉄道上と、官報1942年11月9日、地方鉄道停留場廃止。 漢方1919 19年11月8日、ABCD、長戸鉄道開業時の SL、長戸ポッポ74年ぶりトヨタへ。山口新聞。2021年10月13日閲覧。ABC、長戸ポッポ74年ぶり企居住民らが、尽力11月6日から公開。毎日新聞。 https://mainichi.jp:/articles:/20210928/k00/00m/040/099000c2021 年10月14日閲覧湯口徹瀬戸の駅から、プレスアイゼンバーン、1992年、111ページ、湯口。 瀬戸の駅から120から121ページ。湯口によれば、高和川は、同車を、ディーゼルエンジンに換装することが予定されていたため、三社社員らは、廃物ガソリにンエンジンを押し付けても取引上問題にならないことを計算に入れていた模様である。ありがとうございます。